もうすっかり秋だね。ヒゲもちょっとずつ色づいてきたな。俺もゴーグルにもみじ貼ってみた。ちょっと何言ってるかわかんない。まだ暑い日もあるけどな。でも夏に比べただいぶマシになった方ちゃう？まあちょっとずつ過ごしやすくなってるのは間違いないな。確かに。やっと蒸れずに済むっす。てか蒸れるんやったらそれ外してみようや。絶対ダメっす。父ちゃんの歯だけ見てみたい。にょーエッチー山田さんのスケベー。ゆくにやめろお前。エッチスケベだと？出た秋の名物スケベメガネ。わーメガネ光ってますね。秋って言ったらいろいろありますよね。秋と言ったらやっぱり食欲の秋っすよね。わかる。いろいろ食べたくなっちゃう。栗にさつまいもにきのこ、あー全部炊き込みご飯にして食べたいっすね。まあ全部美味しいよな。ちょっとわかる。モンブランとか焼き芋とかも美味しいよね。秋の限定スイーツ食べたいものがいっぱいありすぎて困っちゃう。どこの店も秋のビッグキャンペーンとかやってるよな。あ、そうや、二人とも一緒に行かへんか。山田もいろいろ食べたんやけどさ、せっかくなら二人のおすすめとかも知りたいしな。頼むし、いくらでもおごってるから。おごり？いいんすか？え、本当ですか？一緒に行きましょう。待って、ここで誘惑に負けちゃったら太るんじゃない？わかってるし。気づかれたか。せっかく罠にはめようと思ってたんやけどな。僕たちに何しようとしてたの？え？罠？何の話ですか？はい、そうじゃ、好きなだけ怒っとるでー。やったやった。知らぬが仏ってこういうことを言うんだな。いやいや、秋と言ったらやっぱスポーツの秋やろ。わかる。生涯のやつが同調してる。小麦はそういうだろうと思ってたけど、タクパンは意外だな。タクパン分かってくれるんか。いやまあ見る線だけどね。スポーツ観戦好きって言ってましたよね。そういえばほな今度一緒にスポーツクライミング行かへん？近場に新しくできたから行ってみたんよな。まあ、ついてくだけならいいけど。え、一緒にやらんの？疲れるからやだ。ほな疲れにくい体作るために一緒に筋トレしようか。まずスクワット1000回や。初心者にやらせるメニューじゃない。スクワットはいろいろな筋肉鍛えれるし、基礎代謝も上がるんやで。回数がおかしいんだって。あと俺は見る線だって言ってるでしょ。なんやって。いや、やってみればわかるってな。一緒にすぐ一緒に行くで。ほら、やめろ、話せ、服が伸びるだろう。あ、問題そこなんだ。俺は読書の秋かな。いやー、僕も秋と言ったら読書の秋だと思うんですよね。え、それは僕もなんですけど、山田さん本当そう思ってます？いや、思ってるって。山田も結構漫画読むで。漫画かよ、小説とは読まないの？小説も読みますよ。まあ有名人が載ってる帯だけですけどね。それは読んでるって言わないの？まあ僕も難しい本ばっかり読んでるわけじゃないですけど、さすがにちょっとは活字読んだ方がいいんじゃない？おいおい、ゆうま、考えてみ。山田が活字読んでたら女の子にモテすぎるやん。別に良くないですか？いや、とにかく絶対活字は読まへんから。俺も活字読んでるのにな。前が読むエロ本やん。読んでないし。またまた、ベッドの下に隠してるんだろ。そんな分かりやすいところには隠してないし。あとは芸術の秋ですかね。あー、分かる。芸術でもいろいろあるけどね。音楽とか美術とかいろいろありますよね。歌いたくなってきた。博物館とか秋だと安くなってたりしますよね。父ちゃんの口から博物館。なんか失礼じゃないですか。恐竜展とか見に行くっすよ。あー、ザウルスだもんな。恐竜展見ててワクワクするよね。そういえば見に行こうと思ってた世界の拷問器具展、いつまでだったかな。うったー、ユーマが怖いよー。やられたわ。音楽と美術の融合やし、ライブの秋ってことで誰か行かへん？確かに僕行きたいです。言われてみれば音楽と美術の融合、踊ればスポーツ、終わった後の飯は食欲、つまりたまりの秋ってことか。出た、たまり狂人。絶対そうはならへんやろ。うわー、秋だー、たまりだー、行くぞたまり。おい待て、どこ行くんだよ。たまりに決まってるだろ。今行ってもライブはできないって。あー、たまり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 。やべ、勢いでたまり来たけど何するつもりだったんだ俺。だから行ったのに。動画見てくれてありがとう。それからたまわり目指して、ライブとかやんのに体力つきあんなあかんと思うねんな。で、運動の秋足、10月は見てるみんなも一緒にやらへんか。スクワット3回でええから、運動したらハッシュタグメメントリの運動部をつけてインスタに投稿して、俺も筋トレしたら写真あげるようにするわな。一緒に励まし合ってこうや。それじゃあ最後にせーの、いくでたまわり。メメントリー。